めっちゃ早いじゃないかよ。ビュンビュン曲がる。だって気抜くとすぐ離されちゃってる。そう。辛口愛車チェック。これは何ですか？はい、これね、うん、このコーナーは土屋さんでね、おなじみの辛口愛車チェックのコーナーなんですけど、はい、今回はですね、新井敏弘さんにも辛口チェックを行っていただこうと思っております。今回チェックする車なんですけれども、はい、後ろにある2台ですね、はい、プジョー208はアヘッドモーターサービスのメカニックの箕輪さん。箕輪さん、はい、あちらにいらっしゃいますね。お願いします。そして GR アリスは全日本ラリー選手権森戸チャレンジカップに参戦する現役早稲田生の稲部さんにご紹介をしていただきます、はい、よろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いします。じゃあまずはですね、はい、プジョー208ラリー4を見ていきたいと思います。これちょっとテリーさん見たことあるぞ。そうですよね。俺見たことあるぞ。皆さんまずですね、このカスタムのテーマを発表してください。はい、カスタム、まあ、出来合いの車ではあるんですけども、はい、まあ、こちらの車のテーマはこちらですね。世界一ということですね。それを目指したということですね。はい、目指したというか、もうあの WRC で FF で、トップ取ったよね。そうですね、あの総合10位ということで。あなたのせがれでしょう。負けたんですよこの車。あら、ね、今日息子さん何今日ね、あの家族サービスの旅行に。舐めてるでしょ。舐めてる、舐めてるね。夏休みで余裕こいてるんで。本当ですよね。さあちょっとね、外装チェックしましょうか。はい、外装チェック、はい、あ、外装チェックしちゃいますか、ね、はい、外装ってなんか変わってんの？あ、ぶつけたんだよね。そうです、もうあのガードリルにスッタって借りてます。ベリベリベリって。そうだね、破れちゃって。これラリー4の車を元々、そうラリー4の車を買ってるんですね。このコンポーネントで売ってる。そうだよね、うんうん、これで売ってるの。これでロールバーが入ってて。そうです。ヨーロッパってね、このまま売るんですよ、これで、うん、競技車両でね。そう、競技車両で、はい、これだけいくらぐらいの新車で。多分当時で800万ぐらいだと思うんですよ。あ、はい、これはプジョーで売り出してるの。プジョーで。そうです、ね、どこで、スールディーラーで。プジョースポールっていうところは売ってるんですけど、うん、各ディーラーでみんな買えるんですよ。へー、ヨーロッパでその辺すごく進んでて、なんか今ヒロキが乗ってるスコダなんかも、あれもスコダのディーラーで買えるんですよ。あ、そう、はい、続いてですね、はい、あちらのGR アリスをコンセプト教えてください。コンセプト、はい、この車のコンセプトは、はい、じゃん、全日本ラリー若手育成マシンというふうになっております。これノーマルと何が違うの？はい、あのこちらのマシンなんですけれども、はい、今年から全日本ラリー選手権に新設された森蔵チャレンジカップという、うん、あの豊田秋夫会長の通称名を冠した、うん、あの若手育成クラスの参戦マシンになっておりまして、はい、エンジンはノーマルと変わっておりません、うん、なのでまあ足回りでしたりとか、あとはロールバーでしたりとか、はい、そういったところで、まあ、コストキャップというふうなところも測られていて、あのこういった純正ベースのマシンになっております。軽量化は？軽量化されてます。もう実際にロールバーも装着して、純正よりからは30キロ以上軽くなる。30キロちょっと変わるよ、ウェイト。でもこれもうラリーカーですよね。これラリーカーですよ。それもリセプターもついてるし ね、はい、JN2 クラスに合わせて作ってるので。あ、な、何それ。あのクラスで JN1、2、3 って、私がなんか出てるのが、うん、JN1 ってヒロキが出てる一番上だ、うん、その下のクラスなんですけど、でもコストかけないようにエンジンコンピューターも触っちゃいけないし、いろんな部分が触っちゃいけないところが多い。ちょっと見させてください、はい、ぜひ。変わってるといえばブレーキ変わってるね。はい、ブレーキはこちらのアドビックス様で、はい、実際にこう全車両に配布されたキャリパーがついた、ローターがついておりまして、でパッドなんかはですね、私ビンマックス様にサポートいただいて、うん、はい、こちら装着させていただいております。あと変わってるのは足回りが変わってるでしょ。はい、足回りはクスコ様 の、 あの中はでロールゲージだよね、はい、これはこのまま売ってんだよね。こちらのカスタムゲージというイギリスのロールゲージになっておりまして、うん、実際の日本のアフターパーツもたくさんあるんですけれども、うん、あのこちらのロールゲージをインストールされた車両というふうなところで、はい、制作していただきました。こういうふうになんか若手のね、こういうなんか、うん、今ほら車離れって言われてる中で、うん、こうやって頑張ってやってくれてるのは本当に本当に偉いと思う。本当に偉いよね、うん、嬉しいよね、うん、これタイヤも出してくれてるんでしたっけ。はい、これタイヤはですね、ダンロップ様の Z3 というタイヤのワンメイクになっておりまして、うん、ラリーですとあまり Z3 タイヤっていうメジャーではなかったと思うんですけれども、うん、あの今回そういったまあコストキャップの部分もそうですし、うん、コスト削減のところも兼ねて、あのダンロップ様からご提供というふうなところで。あなたなんでそんな喋る前の。ありがとうございます。普通さ、早稲田だから。いや立派な学生だから。普通ね、ダンロップ様って言わないですよ。まあね、いやもう社会人みたいでね、うん、営業マンだから、うん、相当すごいなこの人。悪かったね。いや、いや俺
ブリヂストンだとかオートスポあの何ねホンダだとかさんつけたことないんだよ。ないでしょ。土屋さんがモデューロさんって言ってたら気持ち悪いですよね。立場が違う。まあ、それではですね、走行チェックとそろそろ行きたいと思いますので、今回はですね、土屋さんと新井さんにそれぞれコースを走っていただいて、チェックを、していただこうと思っております。まずはプジョー208を新井さん、そして GR やりそう土屋さん。どのくらい速いか、俺ほんすごく興味があるんじゃない。なるほどね。負けたからね、本当にこいつ。ね帰りなんか壊して帰りそうだよね。いや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 、乗って帰っちゃいますから。じゃあ行きますか。そしてですね、その後車を交換してもう一度走行していただいて、それぞれの車の点数を、ね、発表していただきたいと思います。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。
早いわ。早いわ。全然早い。早いですよね。だって動きが全然ここに動くから、見ててかっこいいもんだって。キュッキュッて変わる。全然早い。コーナーも早い。ねえ。うん。全然早い。ビュンビュン曲がる。だって気抜くとすぐ離されちゃってさ。そう。そう。いやこれはすげえわ。これ面白いですよね。いや面白い。面白い。じゃあ結果出ましたか。はい。はい。それではですね、新井さん、土屋さんに10点満点で点数をつけていただいておりますので、はいはいはい、発表していただきたいと思います。まず土屋さんからお願いします。せーの、ドン。お、ポジョン2089点、ジアルヤリス8点ですね。ヤリスと両方乗り比べると、うん、アンダーが出るところで出ないよね。出ない。ビュンビュン曲がってくる。へー。あれは、広木じゃないね。車だね。そう思いました。私もそう思います。ちょっと、ね、はい、ちょっとちょっと、そんなことないですよ。いや、本当に、本当に、ね、そのじゃあ、このマイナス1点何って言ったら、うん、あ、パワーねーなーって感じ。そうそうそう、そこで。うん。コーナリング速度は速いから、うん、ね、パワーが本当に必要な時だけですよね。そうそうそう、だからどこで踏んでもドルクが出てこないからさ、うん、ずっとなんかロータリーエンジンみたいな。そうですね。だからそこだけあれば10点だよこの車、うん、これ GR ヤリスは8点はこれどうしたらいいんですか、うん、これはね、やっぱ WRC の車と比較するのがかわいそうなの。あ、まあそうですよね、うん、全日本のそのクラスの1個下だから、うん、それはそっか、それを比較しちゃかわいそうだよね。これはだってもうシフトダウンしかパラ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 、なんかうるさい感じ。イニシャル D だよね。何がうるさいんだよ。R 車両だ。通ってて、これ絶対あれ近くだ、これが来たらですね、夜家帰って怒られますよね。さあ、2人ですね、はい、好き勝手な点数だったんですけど、ちゃんと出してるよね。いやいや、適当ですよ。はい、いかがですか。あ、もうプジョーに関しては点数高いんで、うん、あのドライバーじゃなくて車がいいんだぞって言ってたって伝えときます。そうそう。またそういうところ。いや、だって2人で乗ってみて分かったもん、ね。分かりました、ね。あの実際にこうやって乗っていただけたことがまず嬉しかったので、本当にありがとうございました。はい、まあ、この点数を持って逆にこうプジョー208に近づく車を作れるようになれば、スピードも上がるのかなというふうなところでちょっとヒントをいただけたので、今後のマシンセットの参考にさせていただきます。そっちがないですよね、言ってることは。なんか学生とは思えないよな、どっかで営業場みたいなこと言ってますけど。でもさ、そのなんとか科学学科なわけでしょ、うん、スポーツ科学、もうちょっと科学した方がいいね、はい、そのフロントとリアの駆動がさ。そうですね、やっぱプジョーに乗ると四駆でアンダーなところがプジョーはアンダーにならないから。そうですね、だからそういうものを少しずつこう四駆なんだけど、うん、そのフロントが逃げるところをリアを逃がしてあげて旋回するような、そういうのを科学すればいいんだよ。はい、ありがとうございます。今偉そうなこと言ってるんで、ね、そう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 、セッティングすれば今偉そうなこと言ってるんだから、ここで一回行ってあのちょっとアドバイス言ってあげてくださいよ。高い、高いよ。そこ別に高いんだよ。高いよ。俺は世界の2人だから、まあ、確かに確かに、それは間違いない。分かりました。はい、というわけで以上、はい、辛口愛車チェックのコーナーでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、あの、はい、本当にね、あの AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、あのテリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、あのたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、あの振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、あの板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、あの塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの位置になりませんか、はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッド。
ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。